あそこにキロポストあるな。でも何も貼ってない電柱ってのもなかなかシュールですよね。なんか書いてある1991年大日本っていうポール会社さんだったかな。ポール会社っていうのがあるんでしょうね。でそこのキロポストは3と2分の1になって、 3.5 キロポストになってるか。ってことはどこだ、この先の分離していくところかな、分岐したところら辺が、起点に作ってあるのかな。そうすると3キロでちょうど、なんかもうちょっと先な気もするな。南を越えていきあたりが起点になってるのかな、っていう感じですよね。こっちが四日市ガザですね。コンビナートもいろいろと見えてますけど、見えるかな。あそこの緑のやつが、上り線がこう渡っていくとこですね。なるほど。今日こっちから先は基本行かない予定ですからね。よいしょ。お、その鉄道使用がこの辺りって全然ないのかっていうとね、あんまりそうでもなくて、そこにね、四日市農芸高校ってあるとラグビーで有名なね、高校があったりするかにあいで、多分通学需要もそれなりにあるんじゃないかな、ここはここで。まあ、こっからだったらね、歩いていけるでしょう。まあ、ラグビー部が有名なところなぐらいですからね、これぐらいでね、打たれて困っちゃ困るわけでございますね。っていうところでございますね。まあとりあえず電車来る前待とうかな。他なんかある？そこは道路公団なんか建物があるのかな。で、コッパがあるけどなんだ？石か、石材所かな。で奥を見ると走ってるのはあれは伊勢街道？伊勢街道じゃ、そっちの方の前の方が旧道やから、前に見えるのは、これ23号か、これ国道23号線かな、車通りも多いですからね。そうか、そうですね、意外と近いんだな、こうやって見てみると。とか高台にあるからあれか、ちょっと遠近感が狂ってるのはあるかもしれない。でここはまたでかいね、日本トランシティさんですね。トランシティさん、の何の物流センターなんでしょうね、ここは。意外と社名を、日本クランシーさんと、間違えられやすいとか、られにくいとか、そう、愛称はトランシーですけど、名前はトランシティさんですもんね。そうそうそう。いやー、千歳にあることはね、よく私も担当で行ってたなーっていう懐かしい思い出があるところです。霞の方は行ったことない。結局行かんかったね。こっちの河原田も結局入らんかったもんな。河原田あたりまではね、三菱マテリアルとかあったりとかして、なんかね、そのあたりとか、マテリアル向いたかとかね、あのあたりとか何回かちょろちょろと行ってるんですけどね、あんなの河原田郵便局なんかちょいちょい行ってたな。なんでだろう、うちの配達区の管轄外だったんだけどね、なぜか河原田郵便局はちょいちょい行ってたな、なんか行ってたな、っていうような感じなんで、ちょっと思い出があるところではありますね。農作業やったら、これから田植えの時期ですね。この辺りは田んぼかな。田んぼだったらもう水張り出すか。でも田んぼっぽいな。まあ夏になったらまた分かるでしょ。夏頃になったらまた私も来るでしょ。いや、それまでも来るかもしれませんしね。言うてね、鉄道旅はね、楽っちゃ楽ですからね、運転しなくていいっていうのは楽だもんな。で、とりあえず、今日は、ここから玉垣まで一回乗ってみようと思います。よいしょ。鈴鹿駅はね、この前夜ですけどね、もう降りて、いろいろと見て回ったんで、今日はね、玉垣に降りて、玉垣からね、ちょっとチラチラと回っていこうかなと思っておりますよ。
他に乗ってくる人いるのかな、一人なのいいことにバンバカ喋ってトイレが作ろうと頑張ってますけど、よいしょ。下のホームに人がいっぱいいる。多分四日市方面の電車が向こう側に来るんでしょうね。こっちは次は12時12分まで来ないですもんね。伊勢鉄道のやつとかが届いてますね。定期券と、交雑に注意ね。はいはいはい。後方にも十分注意しましょうね。なるほどね。うん、そんな分かりやすく痴漢する人いるって思うけど、まあまあまあ結構大体にやる人やるらしいですからね。こっちの方だとあんまり聞かないですけど、都心部だと聞く話ですよね。なるほどね。三重県警察、鉄道警察隊って、あの高速機動隊みたいな感じであるんですね、鉄道警察隊っていうのが。へえ。こうね、近くとかね、盗撮とかね、カメラで撮ってる人間がね、お目が良かって言われそうな感じですけどね、撮ってないですからね、うちは。そういったのはね。うん。ただやっぱカメラ持ってるとね、特に都心部の駅とかでね、撮ってるとね、必然的に階段の下とかに回ってね、ヒヤリということはありますけど、まあ、打てないようにね、いろいろと対策をやってますけど、まあ、意外とその辺りは、特に都心部だと大変ですね。こっちの対策は対策でね、うん。なるべくエレベーターを使うようにするとかね、いうのも正ですからね。うん。ことことと入ってきましたね。2両編成のね、汎用型なやつが入ってくるわけでございます。これは亀山方面から来た。普通快速扱いかな。うん。快速名古屋行きですね。うん。まあ、こんな感じで入ってきます。まあ、快速といってもね、四日市までは各駅停車ですからね。四日市から先がね、えげつないかっ飛ばし方しますけど、うん、まあですから遠近分離という意味でね、四日市の近郊に行く人もこれでいいし、名古屋方面までね出たい人はそのまんま、快速運用でね、次快速だとどこだ、四日市の次も桑名、名古屋かでねつけますからね、便利ですよね。でまあ、神山方面から一応運用としてはこっちのね四日市、津方面に、乗ってくることもできる。ただそういう利用する人も多いのかな。あ、結構こっちに登ってくる人いるわ。後ろの2枚おじですもんね。保線車両とかをこのところに置いてあるんですね。あ、結構乗ってくる人いるんだな。亀山からだとね、紀勢本線直接普通に向かうこともできるんですけど、川野とかだったらこっちの方に乗っての方のが便利か。高さから見てると本当ジオラマみたいですね。さあ、まあ、とりあえず電車来るの待ちましょうか。結構折り返し乗ってくる人多いんだな。そしてなぜか駅員さんもいる。あ、結構多いんだ。今何分？今列車が行って、まあでも10分ぐらいあるよな。45分、ちょっとあるのか。
でもそっか、結局川の何があったっけ、あっちの方っていうと、あとなんだ、霞じゃない、川野の次どこだっけ、川田か川野、名前で忘れた、出てこんな、鹿沼じゃない、思い出せや、鹿沼はよく書いてたもんな、なんだっけ、笠戸や、やっぱ川で合ってんだ、そうや、笠戸だ、怖いなぁ。で、下が閉まる、亀山行きか、あ、そっか、だから紀勢本線経由に行こうとすると、こいつに乗って亀山に出て、そこへ接続待ちだからかかるのか、そっちのが。だからこの時間だけ瞬発的に四日市、南四日市間のこの川田駅までの間は運用コースめっちゃ多い。帰るとそっか、こっちの方が早いか、なるほどな。で今はね、私も使ってるどっちの乗り伊勢鉄切符がありますからね、あれ使っていくんだったら全然伊勢鉄路線の方が安くなりますしね、面白いですね。ここって後から作られた駅のホームやのに低いところがあるんですね。有効地も結構長いですもんね。4畳線程度ぐらいあるから。大丈夫か、いいっぽいな。向こうの列車からこっちに乗ってくる人はいないか。まあ、そりゃそうか。別にあっちに乗るんだったら、次来る通行きも四日市始発ですからね。この一瞬だけ高頻度運転ですもんね。来た来た。一応戦車の機動車の方が高速な感じで走ってくるのも面白いですけどね。なんかヘッドマークつけてな。あ、20周年のヘッドマークか。スケさんがこいつの運用から20周年なんですね。よっしゃ、乗ってこ。